少しぐらいならいいかな。シガレットチョコはあるな。缶コーヒーだけ買っていこう。私はゴミです。お待たせ。そして差し入れ。ありがとうございます。どうしたの？作戦直前なのに3HB の皆さんが見当たらなくて、ちょっと不安で。私はよくわからないけどさ、何かを頑張ってる最中なんじゃないかな。だったらいいんですけど。おい、シガレットチョコレートもどうぞ。コーヒーに合うぜ。ありがとうございます。前回と同じですね。なんだか、かやむりさんとこうして話したのが遠い過去に思えます。私にはあっという間だったな。訓練をクリアするのに必死な毎日だったもん。その点は、葵は大先輩だから余裕だったのかな。そんなことありません。いつだって訓練は辛いものです。ただ、記憶だけは積み重なっていくので、普通の人より過去を遠く感じるんです。そっか。そんな感覚なんだ。やっぱ大変なんだな。いえ、今はこれから何があろうと葵は忘れることがないのが少し嬉しいんです。そっか、 3HB みんないいやつらだもんな。あの、その中に含まれてますよ。え、誰？鬼のような司令官？もちろん司令官も忘れることはありません。他にも？誰かな。かやもりさん、あなたです。今度はかやもりさんが鼻からコーヒー吹き出した。やばい、こくられたぐらいドキッとした。私なんて特に役に立てなかったよ。いえ、いろんなことを教えてもらいました。楽しいことたくさん。誰かと遊んだり、心を通わせたり、そういう人として一番大事な感性を葵は忘れていたんです。だから本当に感謝しているんです。かやもりさんと出会えたから、まともな感性が取り戻せたんです。そっか、お役に立てたなら何よりだ。はい。もし明日の作戦が無事終わったら。終わったら？怖かったことたくさん試してみたいんです。バンジーとかお化け屋敷とか？はい、ずっと覚えているから逃げていたことも積極的にトライしていきたいんです。ハイパーサイメシアかもしれないけど、普通の青春を謳歌したいんです。よし、私も付き合うぜ。高いのも怖いのも得意なんだ。本当ですか？やった。だから無事成功させようぜ。はい、必ず。葵を誘ってお風呂に行こうかな。葵、一緒にお風呂行かない？はい、少し冷えましたし、ゆっくりお風呂に浸かりましょう。うん、そうしよう。
生き返る。お肉食べるのと風呂入るために戦ってるようなもんだよね。いえ、さっきも言ったじゃないですか、葵には夢があるんです。そうだった、高いのと怖いのに一緒に挑戦するんだった。他にもいっぱいです。覚悟しておいてくださいね。怖い。いい湯だな。